はい、お疲れ様です。今日の家族ご飯、こちら牛カルビ半額に昨日の残った春雨と麺を絡めてみました。焼肉ビーフ焼肉春雨、ね、そして、おっと、これは今日は高いぞ。というのも、正月明けに半額、おそらく半額で買ったやつだと思うね。正月過ぎたあたりに安くなったのを買ったやつ忘れてって冷凍庫の下からほじくり出して、今日食べます。カニのタラバガニ、もう贅沢、もう飲まずにはいられないね。そしてナスとキノコとカスベの揚げ浸し&焼き浸し、焼き浸し初めてだけどどうかな、うまくいくかな、カスベこれね3切れでまあ1切れ100円だったから300円、野菜が一番高いね、これだけで、まあ、800円ぐらいですね。800円500円ぐらいか。エリンギ安かった、50円1パック50円、だ350円、500円、600円ぐらいか。600円、1100円、これいくらだろう、2000円ぐらいかな。これ2000円ぐらいするね。2000円か3000円ぐらいするのかな。冷凍庫の奥から引っ張り出してました、ね、早く食べないと。というわけで今日はこんな感じです。はい、今日ちょっとこれだけで結構高い。というわけで早速いただいてまいりましょう。よっ、ちょっとまだ聞いてないから。高校の数学で習う調和数列とは、簡単に言うと、例えばこの数字のように分数の分母の差が簡単数の数列のこと。どういう気持ちで上の方にトンキトンっていう理由が持つと書いて、結構単調で聞こえると思うんですけど、場所によって結構最強なの、
味噌汁ある。あ、じゃあもうこの人は表現したらこの辺にない将来性のある才能なしのタイプだと思う。将来性のその後のあなたの学習がどうなるか。いや本当に絶対この後上がってくるよね。さあというわけでお待たせしました、中川翔子さん才能あり第一の席へ。ありがとうございます。かわいい、かわいい。はい、こっちは学歴は関係ない。ありがとう。そっちは飲まないよね。ね、日本語も食べよう。くに、あの朝のバター醤油ご飯食べる？うん。梅雨の音、猫が眺める洗濯機。これどういう気持ちで？これは所用の自然なんだよ。家の中だからなかなか動けないけど、静かに猫はこの時間に穏やかに見守ってるなっていう。わあ！出た時も猫に綺麗だね。あ、今日飲まねえって言ったんだ、そば。うん、猫が大好きなサコタンさん。休もうと思ってたんだ。明日休む。つい、そうだ、今日朝飲まないで。はい。梅雨と洗濯の服というのは、実はいっぱい。カスベの焼き浸し。いけるか？ですね、猫が眺める。え、何を眺めるんだ、洗濯機。これ2つ配することでちゃんと大きさの対比もできますね。で、映像が確実に切って上がってくる。ここをまず強く褒めましょうね。それから今回面白かったのが、先ほどの最下位の人、この1位の人、ここがほぼ一緒なんです。最下位の梅雨音の音と1位の梅雨の音、似ているようだが大違い。皆さん分かりますか？なるほど、なるほど。うん、うまい。青くしたくよ。今日は何食べるの？これお母さんに話して。うまっ。ローカロリー。こんな星いらない。
界の梅雨男のと才能アリー中の梅雨男と似ているようだが一体何が違うのか。梅雨男のってやるとどうも違和感が残る。しかし梅雨の音ってやられると梅雨という時効の頃のさまざまな音という感触になってきます。ふーちゃんちょっと見てて、あ、おつゆ見てて、おつゆ窓の外に来る。キャキャ言わないで。かすかに聞こえるとか、いろんな梅雨の音を聞こえるようにしてくれて、これ真剣に考えておいたなら大したもんだと思うんです。で、猫が眺める洗濯機、ここまで来ると洗濯物が溜まっても全然動かすことができない洗濯機かもしれないし、動き始めた洗濯機かもしれないし、猫の不思議そうな、けげんそうな顔も見えてきますね。あなた猫の句書かせたら結構うまいんですね。先生これ直しは？あ、これはいりませんよ。先生でもこれパックには買ってますよ、特待生。そうですね、猫の句以外でいいの見せてもらったことがあったんでね。さあ、すべての査定が終わりました。ここからはワンランク上の査定です。いきましょう、特待生昇格試験。レースを目指す最強に並ぶ2人が挑む、弱者が認める IQ150 の天才、丸田哲也の昇格試験。何？これ今回も、はい、上がって、はい、あ、これ取るの？になってきました。それでは特待生3級岩永哲也さんの作品見ましょう。はい、どうぞ。梅雨の物干しハンガーを写真で一句。梅雨寒いや、ジャズレコードこっちはもういいの？傷拾う。梅雨寒やジャズレコードの傷拾う。さあ、これどういう句ですか？実際梅雨の時期にジャズ喫茶に行ったことがあるんです。そこでジャズが流れてて、で時々針が傷を拾って音が飛ぶんです、はい、それを聞いてみたんですよ、お店の方に、うん、そうするとこの梅雨の時期はこういう音飛びをしやすいっておっしゃられたので、その様子をこの梅雨寒という記号で取り合わせてみました。なるほど。白子さんどうですか？とてもいい句じゃないですか。なるほど。で説明を聞くと、ものすごく俳句もいいし人もいいから、なんかこの人のこと悪く言うとものすごいなんか思うこの句の評価のポイントは、はい、季語梅雨寒と下語傷拾うの関係です。浜田さん、松井先生っていうか、この世を見ます、はい、行きましょう。特待生3級岩永哲也は昇格か現状維持か、それとも降格か。夏井先生の査定は現状維持。めっちゃ褒めてんの。先生から触覚と聴覚を巧みに表現した句だということで、ありがとうございます。さあ先生、はい、まず触覚の方からいきましょうかね、はい、この梅雨寒っていうのは寒さですから皮膚でね感じる、皮膚感、触覚的な気持ちがある、そういう感じの気持ちなんですよ。その記号やで、ね、カッタも切れますね。夫婦が一番の調味料です。傷拾うというのが出てくるんです。この傷というのは実際にはレコードの傷なんですけれども、傷という言葉も皮膚の感じを持ちますね。ここのサムというのと傷というのがここでかすかに出てくるので、難しいな、ご飯とご飯とマヨネーズ、飯も飯だしな、米イコールご飯っていうこの外国人には難しいこの感じね。雰囲気で読むしかないっていうのはご飯。
読み手の耳にありありと聞かせるというライスって言っちゃうね。ライス考えて作ってらっしゃるんです。結局外国語ってライス、ディナーかライスかで、あ、こういうことか日本語が。ライス、幽霊になっちゃう。ライス、カレーラン。日本人はご飯って言ったら2通り3通りあるもんな。英語って分かりやすいよな。ライスかディナーかだもんな。止まるわけにいかない。そらそうと上に上がるんです。そらそう。行きましょう。特待生3級、立川志らくさんの作品見てみましょう。はい、どうぞ。あの、ウニ、ウニ専門店。うん。このお魚屋さんじゃないね。お魚屋さんにもなんか出てるもんね。また今年も。私たちの人だね。え、どういうこと？洗濯機の、ああ、そこは。すりつく梅雨空。五七五の基本の型を崩し、全部出して波長ってさ、波長の誰誰、波長って何、良かったら許される的なもんなの。おい、文学部じゃないものは誰でも分かりません。学部にもいろいろあります。何部、何、何なの。お水溜まれんの。そうだな。見つくときて誰も梅雨空って思わないです。あの最後にみんなをびっくりさせる素敵なサプライズな俳句だと思います。まあいい人だ。いい人だ。水割りはガブガブ受けちゃう。水割りはガブガブ受けちゃう。ここ。見つく梅雨空。ここの。よし、手が抜くか。痛いの？流行ったからかね。生まれた？最高の日がない。ビンビン、おいらないの？おいで、おいで、おいで。さっきよくなかった。上から目線で。この人の会、五木先生の句を見たい。この発想は非常に面白いと思います。食べるかい。洗濯機とじゃあおっちゃんしてね。ありがちなものをどうやって違う形で表現しようとしてるか、その意欲というのは強く評価したいと思います。で、みおちゃんしようね。おっちゃんして食べよう。反対側は反対です。最後に食べてないの。まだここがちょっとだけやりすぎている。しいたけうまい。ご本人が思うほど最後これが出てくることで、しいたけうまいね。というよりはむしろ何それって思う人の割合の方が多くなってしまうと思います。せっかくの発想ですから、はい、つれ伝わる形にした方が絶対に良かったと思います。洗濯機の今日弁当美味しかった。もうさっさと洗濯機いらないから梅雨空だし、洗濯機の中に梅雨空スムーズか。このかの押さえが大事なんです。洗濯機の中に梅雨空が染みつくか、まるで洗濯機の中に梅雨空が染みつくか。どうやって食べようか。兄ちゃんのゲットする気満々です。あれ読者も、あら、そうですね、志らくさんというふうに答えることができやすくなるんですね。なんちゅうかまだまだ甘いけどね。まあでも現状維持ということですからね。そういうことかっていうやつですね。じゃあ兄ちゃんがこっそりクリスの食べてみよう。次回のお題は梅雨の花屋さん。そしたら危ないよ。皆さんならどんな俳句を読みますか。人はしてはいけません。お前やべえやつだな。おめえやべえな。あ、今夜スタジオ最高傑作に番組初の査定が出される。どっか高いところに。みーみゃ、現状維持。現状維持。元宝塚空組トップスター、しずきあさと。ベベベ。
焼き出し。こちら。美味しい。不動パン食べたい。こっち残ってこれ食ってから。これ食べなさい。実際の景色と比べてみる。これ食べたら。これ食べたって。自分が取ったもん、取ったもんまず食えよ。これから。また静木麻子の水彩画は凡人か凡人査定と添削をするのは木場の小栗だもんね、僕は野村秀明先生。これね、売ってないのよ、あそこで。凡人焼却、焼却、凡人焼却するため誰が描いたかは伝えていません。いいんじゃない。だっては目玉焼き嫌いだな。ほらこの人は私大善大善の人かと思った。またあれピカピカしょっぱいのこれ。しょっぱい。でもそうだからハロー聞いて。先生が指摘したのは遠近感を忘れ、実際の線と比べると奥から手前にかかってくる線の広がりに変化がなく、遠近感が伝わりづらい不自然な描写になってしまった。鏡の迷路ではどうすればよいのか。こういったやつ、うん、昨日ゴンってしたじゃん。昨日昨日のあれ、ジェットコースターみたいなあの頃のこと。過去イコール昨日。おお、うまっ。ポイントは奥から手前に伸びる正確な遠近法。俺もよく怒られたわ、遠近法で。そしてもう一つ大きなポイントはモニュメント。これを書くことで円形、中形、しまうか、君ごめんね。食べないんだったら、そっちの方で遊んでるわよ。ここがいいんだもんね。ここじゃ会社のパックが。兄貴だよ。特に現実の仕事でも活躍する中川翔子に注目が。ハハ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 ハ。最後終わりか、それとも凡人か。勝つのは世田谷区の緑道。あ、勝つとかどこでもいいんだ。うん、本当に来た。うん、うまっ。思いの陰形を受けた作品が、はい、歩いて食べるものじゃない。ちゃんと座って食べて。タイトル、あ、まだまだ。昨日こぼしたもんね。昨日こぼしてないと思うけど。ずっと。それでは野村先生による査定。深いね。深い。凡人。これ凡人。査定結果は？はい、こちらは才能あり。無理ね。お前帰ってくるって。最近の安倍の系の検討から実験の高評価。良かった点は鼻。マジで。やっぱレイアウトなんだな。遠近法をうまく活
かした切り取り方で、レイアウトの神誰か知ってる？宮崎駿できる作品に、あの人のレイアウト構造神。どこが暗くてどこが明るいのか、うん、の歌書き分けると神ってね、本当良かった。書きたいね。ここからお手本。地獄やね。夏休みぐらい遊べよな。技術作業、地毛に優しい小さな結び目で気になるところの密度も自由。近くで自然に見える欲しい感だけ確実に増毛。しかも頭皮を消し、出てきた。なあ、突破。いいね。みーちゃんいいね。本当で、何に怒られるよ。脂が出ております。ちょっと待って、もちゃんです。お腹が出さないで。骨が見えます。うん、クレイジークッキング。メンズ化粧クリーム。大丈夫くんちゃん。朝口がカラカラ。みーちゃんのクレイジークッキング。なんとも鼻の空気が鼻を張って出るから、鼻の空気を促し口を乾燥から守る快適な眠りにないために鼻呼吸って。才能は大事。渡辺正幸の作品だが、先生がメガホンをつけて書くとこうなります。おお、やっぱりさすが先生、これはいい。明るいところから書くんじゃないかな。絵の具が濃い。だけど人もいる。薄くいかなきゃダメなんだ。果たしてこの誰ってないで。自信ありますけど、何と言ってもショコタンさんなんで。なるほどね。さあ、それでは1位を発表しましょう。いきます。才能あり第1位はこの人。僕ね、男の子。俺ショコタンだと思う。1位か最下位か、うん、いいじゃない。ほらね、すげえな。やるじゃん、才能あり。ほらね、おいしいね。お、食べてるね、くーちゃん。いいね、お兄ちゃん、いいね。ねえ、あるね。まともに行くか。また行くか。猫ちゃんたちにでも行ったよ。うん。あ、
海道あるんだね。実際の景色と比べてみると面白くない構図がね。ポイントは華やかな感じと、そして懐かしさを海道あり夕暮れの景色と一体景色と照らし合わせていろんな色を描いてます。だからどうですか、ごちそうさま。あ、ポンポンブドウパン。そんなにブドウパン好きだったの。このブドウパン好きだよね。凡人こちらは才能アリス。ほらね、何だったっけ。ゆでた。これ厳しいな。ちょっと不思議な感じしかないですよね。はい、もういいの。じゃあまた明日食べよ。ちょっとね、ティッシュとしたよ、サーバーに。まーちゃん取ってくれ。どれ。サイなのにサイナ、アリなのね。アリの。おすごいね。すごい。こうやってかけたら本当に幸せだね。楽しいだろうね。絶対かけないもんね。だからそういう思った瞬間かけないね。はい、やってやんぜ。これ1位はどうよ。念願の才能は1位を獲得。覚悟は横浜の人気観光スポット、ハンセン日本。あ、乗りたいこの上。乗ってもあんま変わんねえよ。何それ、兄ちゃんのスプーンだよ。あー、うまい。実際の景色と比べてみると、後ろ完全消してる。はい、ただいます。それでわざとあれでしょ、このビルとかやめたんでしょ。はい、なんか軌道を感じて。サイドアリだよ。岩棚の水彩が良かった点は、白い船。これもね、その色使いがなかなか難しくて、通常の水彩は紙の白に関して白い絵の具を使われるんで、それもね、すごくよくできました。白い船体を画用紙の白を生かし浮かび上がらせるように描いた点も高評価。さらにこれね、明日ね、いただきます。これ焼いたらもっと美味しいね。バーナーだけ美味しい。俺もね、こっちの方がいいな。これがね、角度ね、もうちょっとついて、まさかこの書きたい。危ないよ。この目線からだと、この描写にズレがある。食べないと。にゃーにゃーみーちゃんだ。みーちゃん、にゃー。あとこだよね、これ。ね、ゆでてたらこれだけで完成する。だから、こういうのがこういっぱい入ってて、ラーメンが3000円買ってる。あなたも彼は生きていればいろいろありますよね。嬉しい時は手痛いでしょ。カニはまだダメかな、うん、ちょっと今も熱出てるし、しょっぱいし、ブチブチできてるし。ブリブリ、あなたと家族を支えたい。嫌です。変わる人生変わらない。あれを舐めてる。いいの。いらない、いらないね。卵大丈夫かい。まあ、スープ飲んだからか。うまっ。塩水で飲んでるのと変わんなくない？そうね。危ないよ。だし麺をさ
海につけてさ、ガジガジ噛んだらこんな感じなの。いや、そうはね、今。私も、好きなおばあちゃんに紹介されたものが、無償化用だったら。はい、ごちそうさま。ありがとう。荷物運んであげたおばあちゃんに孫を紹介されそうになったことある。お父さんに送ろう。孫じゃないかな、何かの知り合いかな。まあでもそいつは今後多く行かないだろうね。なんか、うまい。一気にしずちゃんと並び、名人最
うわ、うまいわ。うわ、うまい。ここなんかうまいよ。すごい。だからこれ写真じゃない。すごいよこれ。おそらくすごいと思う。すごい。これ動きを。そう、これ同じことでしょ。パーフェクトだ、これパーフェクト。いや、ほんとそうだわ、うまい。すごいね。うまいわ、これはすごいわ。これうまい。これ10円で買えます。すごい。まあでしたパーティー。お疲れ様。上手ね。美味しかったよ。ラモス。ラモス。